1789年、寛政の改革が圧迫せし頃、一つの魔性の魂が臨化を挙げて蘇った。大地を揺るがし、出現した城は島原の人々を災いに染めていった。それに呼応するかのごとく、己が身を修羅に変え、定めに生きる者たちが現れた。一方